Bonjour et bienvenue dans Toco Toco, l'émission où prend ses pieds pour aller voir des trucs avec des gens. Aujourd'hui, la jeune artiste et designer Kalucho nous emmène à Cinema Sekitsu à Tachikawa dans la banlieue de Tokyo, puis nous fera une démonstration de body paint, la technique qui l'a rendue célèbre. Konnichiwa, watashi wa Cho Hikare desu. Tokyo zaizu de body paint ya design nado shite ru artist desu. De kyou shoukai shitai osusume spot wa Tachikawa ni aru Cinema 2 っていう映画館と、あとはうちで少しボディペイントのデモンストレーションをしたいと思います。それでは早速行ってみましょう。紹介したいのは立川のシネマ2という映画館です。でここは私が制作に行き詰まった時とかによく来るんですけど、なんといっても爆音上映っていうのがあって、今いろんな映画のやり方 4DX とかあるんですけど、その中でも爆音上映が私は一番好きで、そのなんか低音がめっちゃビリビリくる感じとかすごい体感できる、映画を体感できる感じがすごい好きなんで、なんか爆音上映で素敵な映画がやってる時はいつもここに行きます。この映画館の好きなところは、まずそのなんか都心の映画館だと結構敷地も狭くて、あと混んでてせせこましいんですけど、ここはなんか道も広くて、あとガラスなんで開放的で、あの広くてなんかリラックスできる空間っていう感じなのが好きですね。あんまりこうギスギスしてない感じなので、あとなんかこれは個人的な感想なんですけど、なんかスタッフの皆さんがめちゃめちゃフレンドリーなんですよね。チケットを売ってくれる時とかに、なんか新しいキャンペーンをやってくれる時とかにすごい温かい感じで話しかけてくれるので、友達のいない身としてはすごい好きな映画館です。この映画館にはスクリーンが5つあるんですけど、私が一番よく行くのがこの爆音のスクリーンで、私が一番最初に行ったのはマッドマックスの時で、すごいそこからもう惚れてるんですけど、低音がすごいっていうのの他にも、中の照明もすごい綺麗なんで、ちょっと入って見てみましょう。この映画館ではそのアクション映画以外にも音楽ものもすごく、たくさん力を入れていて、すごい爆音上映に向いているので、ぜひそういう映画を深く体感したくなったら立川シネマ2に来てみてください。じゃあそろそろ映画が始まるんで、また後でお会いしましょう。ここは私の家なんですけど、私が作業する場所でもあって、あとはアイデアを出す場所でもあります。とボディペイントを始めたきっかけは、4年前ぐらいに落書きをしようと思った時に、ちょっと身近に紙がなくて買いに行くのがめんどくさくて、でもじゃあ自分の手でいいやと思って自分の手に書いたのがきっかけで、それがすごい見た目が面白かったんで、もうちょっとやってみようかなっていう感じで、そういうなんかそういう気軽な感じで始めました。私の作品の特徴としては、アナログの
絵を描くっていう技術をいつも使っていることですね。服のデザインでもそうですし、ボディーペイントでもそうですけど、あのパソコンではなくて自分の手で直接描くっていう、その描く力を大切にしているところが特徴かなと思います。あとはあの描写をしっかりするっていうのがボディーペイントの世界の中では割と珍しいやり方だと思います。ボディーペイントを始めたばっかりの時は本当に自分で作品を作ってインターネットとかホームページで公開するっていうだけだったんですけど、それを続けていくうちに、なんかあの洋服の、ブランドさんとコラボレーションする機会があったりとか、あとはあのアムネスティインターナショナルさんのキャンペーンでそのビジュアルが起用されることになったりとか、あとあのアーティストの CD のジャケットとか、あと最近だとあのこういう作品集とかも出してもらえて、今はこう作品、ただの作品じゃなくてこうもっといろんな人に見てもらえるような場所に作品が出せるようになったのかなとは思っています。私の作品すごいよく気持ち悪いって言われるんですけど、それは結構嬉しい反応で、その私が作品を作る時に大事にしてるのが、そのやっぱパッと見のインパクトとか、あとやっぱ通り過ぎないで止まってみてほしいので、違和感を与えるようなビジュアルになるようにっていうのは気をつけているので、その気持ち悪いっていう発言が出るっていうことは、まあそれが一部成功してるっていうことなんで嬉しい反応ですね、私的には。でも個人的に気持ち悪いものを描いてるつもりはないです。私が皆さんにお教えしたい日本の言葉は鬼です。鬼っていうのはそもそもは日本の妖怪を表す言葉なんですけど、今の若い子たちの間で、私の周りだけかもしれないんですけど、すごい辛いこととかすごく難しいとかやばいみたいな意味で使われています。例えばすごい仕事が辛い時に仕事が鬼とか、宿題が終わらない時に宿題が鬼とか、そういう風に使います。すごい面白い使い方だと思うので、皆さんもぜひ使ってみてください。今日は見てくれてありがとうございました。これからの私の活動もぜひ Twitter とかウェブサイトで見てみてくださいね。それではまたどこかでお会いしましょう。さようなら。